こうこのように当てます。灯油を入れるときはこの燃焼部分を取り出してここを開けて入れます。一応燃料計がこのように動きますけれど、あまりこれを当てにしないで溢れないように気をつけて入れてください。灯油が入ったらこのように戻して、ちょっとこの重りをここのお皿の上にこのように置きます。そしてここを押し下げて消火装置をセットします。でここのノブを回して芯を出します。ここまでストッパーがかかるようになってますので、この状態で火をつけます。火がついたらちょっと小さくして閉めます。すすが出る場合はちょっと火を小さくしたりして様子を見てください。すすが出るときは異常燃焼です。すすが落ち着いたら、ここからも見えますけれど、この辺からでもいいので火の大きさを見ながら調整してすすが出ない範囲で使ってください。